今日は2019年5月3日上海ワールド読書です。滞在しているホテルがちょっと大きなホテルで、部屋数が多いのでよその部屋からハウスキーパーが掃除をするたんびに別の部屋から風邪のウイルスを持ってきて、僕の部屋が風邪のウイルスだらけになっていて、なんか夜寝てたら風邪ひいちゃいました。それですごいなんか極端なハスキーボイスになってるんですけど、それでなんか鼻の奥が詰まって、なんかずっと常時ちょっと汗ばんでるみたいな変な状態です。ですからちょっと声がおかしいですけど、すいません、こんな声ですけど、今回は今日だけというか、もう今日最終日ですけどね、今日最終日なんですが、もう今日はずっと最後までこの声でお届けすることになると思います。これウィペットですね。とにかく参加頭数がものすごく少ないです。で、同じ犬種が別のリングでやってたりするんですよ。ですからなんでかなと思って調べたら、 CACIB と CAC を両方同じ日に別の犬種を別のリングでやっています。だからそれでリングが埋まってますが、これ同じ犬種同じリングでやってたらもっとリングの数も少なくなっていると思いますね。リングの数は全部で25しかありません。クラフトは85から90ぐらいありますからね、毎年。2017年のライプツィヒのワールド読書は98までありました。100ぐらいありましたね。今回のこの上海のワールド読書は25しかありません。しかも CAC と CACIB のジャッジを別々の同じ犬種で別のリングでやってるので、それでなんか埋め合わせているような感じですね。普通ワールド読書、まあクラフトもそうですけど、全てが CACIB です。そして椅子がないのでちょっと座れないから、すごいずっと立ったままこんな状態で撮ってます。風邪をひいてちょっと熱があるし、鼻が詰まって、なんか少し頭がぼっとしたような状態で、すごいハスキーボイスなんですが、ずっと立ったまま撮影しなければなりません。ちょっとおかしいですよね、今回のワールド読書は。 Facebook で昨日参加頭数が少ないって言ったんですよ。ほら、ブルーケリテリアは今これ一番リングですけど、これ一番リングですね。こっちのこれ何番リングかな、4番リングなのかな。 今スタッフォードシャーブルテリア、いやスタッフォードシャー、すいません、アメリカンスタッフォードシャーテリア、ここでやってますよね。このリングでさっき10分ぐらい前にここでやってたんですから、ブルーケリテリアは。つまり多分同じ犬が出てますね、この2頭が出てたんですから。だから多分同じ犬なんですよ、この2頭が。つまりさっき向こうのリングでジャッジを行っていたブルーケリテリアがこっちのリングでジャッジをやっているわけですよ。それくらい参加頭数が少ないですね。違う犬なのかもしれません、もしかしたら違う犬かもしれませんが、いやでも同じハンドラーだったんですよ確か。まあ同じハンドラーでも違う犬を引くこともありますからね、違う犬かもしれません。でもいずれにしても同じ犬種で違うリングでたった10分の間に別々のところでやるということは、そうしないとなんか
リングがもうガラガラで使ってないリングがたくさんできるからだと思うんですよね。だからこれなんとか埋め合わせようとして苦肉の策でこういう風にやってるんだと思うんですよ。だって CAC と CACIB が同じ日にちにやるなんておかしいですもんね。つまりあの CAC というのはワールドドッグショーではないわけですよ。それを今立ち姿が良かったけど、簡単に言うと、まあ、CAC とか CACIB が分からない方もいらっしゃると思うので簡単に言うと、大きな読書と小さな読書を2個2種類の読書を同時に同じ日にやってるということなんですよ。CACIB が大きな読書、ああよかった、 座ることできましたね。椅子をなんとか確保できました。もう絶対離さないこの椅子を今日一日中。やった、よかった。そっちの椅子もやった、そっちの椅子の方がいいような気がする。ちょっと座り心地のいい方にしよう。こっちの方がいい、こっちの方がいい、こっちの方がいい、よし、こっちでした。ですから、もうね、頭数が少なすぎて、ほら、もうここではもうやってないじゃないですか、ずっと。このリングでは何もやってないですよ。だから、そして来てる人たちも、もう今何時なんですかね、時間は。今11時ぐらいですか。あ、お昼だからもう終わってんのかな。そういう可能性もありますね。もうすぐお昼だから、そろそろジャッジが終わり始めてるみたいなことかもしれません。ちょっと待ってくださいね。あ、そうかもしれない。今11時10分だから。40分。そういうことかもしれません。この椅子を絶対に逃さないように。この椅子を失わないように今日一日夕方までいなきゃいけないですね。なんででしょうね。若い時20代とかもそうですけど、なんか椅子に座りたい人、年配の人とか椅子に座りたい人が理由が分からなかったんですよね。なんで椅子に座りたいんだろうかあの人たちと思ってたんですよ。別にずっと立っててもいいじゃん、1時間でも2時間でも立ってられるぜと思ってたんですよ。でも今分かりますね。なんか座りたい人の気持ちが、足が痛いですもん。なんかね、足の裏が痛いですね僕の場合。ジンジンするんですよ足の裏すいません、まあ、この声どうにかならないだろうか。ちょっと向こうに行きましょうかね。こっちなんかブルーケリーテリアのこの毛の雰囲気ってすごいですよね。なんかすごいゴージャス感がありますよね。それでだからフェイスブックに出したんですよ、参加という人が少ないですって。そしたら
すぐヨーロッパの人たちとかからいろんな国の人たちからメッセージが入って、もう3分ぐらいで入りましたもんね。書き込んだらすぐ入りました。はい、じゃんじゃん入ってきましたメッセージ。それでメッセージって直接Facebook の、 その写真の写真と僕はコメントを書いたんですけど、そこにメッセージが来るわけじゃなくて、メッセンジャーで直接僕にダイレクトに送ってくるんですよ。今回のワールド読書は中国に決まった時点でもうヨーロッパとアメリカの人たちはすごい怒ってて、もちろん誰も行かないし、中国で開催することをすごい反対してたって言うんですね。だって中国は犬を食べるじゃないですか。犬を食べる国でなんか絶対やらないとか言って、それとそのなんていうか、なんかね、その犬を飼育するということが、そのやっぱりね、その犬と人間の距離がありすぎることも気に入らないんですよね。それはね、日本に対してもそう思ってますよ。犬をね、まだやっぱりね、ペットとしてね考える人が多いですからね。だから本当に家族の一員として自分の子供みたいな感じで思ってる人が少ないから、その部分は日本に対しても、日本に犬を売りたくないっていう理由はそれです。家族だと思ってないから、ペットだと思ってるから。だからその家族だと思ってないから結局ないがしろにするし、なんかちょっと何か問題が起きるとすぐ手放すし、つまりあらゆる面でそのやっぱり人間と犬との関係、犬との距離があるっていうわけですよね。それがあるから日本に犬を売りたくないってよく欧米の人たち言うんですよね。で、中国の場合は日本よりももっとそれが差が開きすぎているということなんですよ。そういう犬への認識が、そういう考え方の人たちの国で読書なんて開催したくないというわけですよ。犬は家族で本当に、まあ、親友のような感じですね。家族であり親友でありということですね。アメリカとヨーロッパ、アメリカ人とヨーロッパ人はすげえ怒ってて、最初からもう行かないって決めてたんだよみたいなことを言ってました、ね、つまりもう行かないっていうふうにみんなが決めてたということは、もうそれはもうボイコットしてるわけですよ。だから極端に参加等数が少ないですよね。これどれくらいなんでしょうかね。毎年クラフトがだいたい2万5000頭なんですよ。で、そのワールド読書ライプツヒが4万5000頭だったんですね。それはもう史上最大の読書だったんですよ。だからワールド読書というのは常に3万頭とか4万頭とかそれくらいの犬が参加するんですね、毎年。多分今年はこれ1万と言ってないですね。だから1万と言ってないということは、
1万といってないということは、これはね、もうこれはワールドドッグショーとしてはね、これはもう失敗ですね。本当に失敗というしかないですね。これむしろ日本で開催するべきだったと思いますよ。上海で開催するんだったら。本当にむしろもうなんか JKC が FCI と組んできちんと日本で開催するべきでしたね。日本だったらこんなことになってないと思います。もうひどいですね、これ上海は。そしてもう会場の表にはダフ屋がたくさん出てて、なんかもうたくさんいるんですよ。もう地下鉄の駅からどれくらいですかね、300メートルか400メートルぐらい離れてると思うんですが、300メートルぐらいでしょうかね。300メートルぐらいだから、駅出た瞬間からもうずっと声かけられます。何回も何回もダフ屋の、男性女性がいっぱいいますね。そしてワールドドッグショーのチケットを持って、チケット買いませんか、チケット買いませんかってずっと言ってますね。ですからこの会場をご覧になってください。白人のもちろんいますよ、そのヨーロッパから来てる人たち、ヨーロッパ、アメリカから来て、アメリカどうなのかな、来てる人たちもちろん ちらほらいますが、でももうほとんど中国人なんですよね。日本から来てる人たちもね、少ないですよ。そんな多くないです。もっとね、日本からたくさんの人が来るかなと僕思ったんですよ。でもあんまりそんなたくさん見ないですね、日本人も。だからこれはね、もうほとんど中国人しかいないんですよ。で、中国人がその何ですか、犬をそのジャッジに見せる場合に、ハンドラーがジャッジに犬を見せる場合に食べ物とかなんかおもちゃとかで、そのそちらの方、そのおもちゃや食べ物の方に意識を向けさせて、こうきちんときれいに立たせるっていうこと。ほら今ね、これこれこれボールにほら向かせて、これまあ、これは今リードを離して追いかけさせましたけど、リードにつないだ状態でボールを投げたりとかして、そちらに意識を向かせるということをやりますよね、ジャッジの途中で。それがね、すごい乱暴にボールをビャーンと投げたりとか、なんていうか、そのなんかね、大きな金属のボール、何ていうか、ボールというのはその料理をする時のボールですよ。なんか器みたいなやつ、巨大な丼みたいなやつですよ。ボールです、金属の。金属のボールをね、なんか棒でガンガン叩いたりとか、なんか巨大なシャン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 いう鈴を鳴らしたりとかするしている人たちもいたんですね。もうそれを見た時に、なんかもうね、もうそれ乱暴にやるわけですよ。すごいなんか嫌だったんですよね、それが。あんなになんか、なんて言うんでしょうね、乱暴にやることがなんか強いことだとでも思ってるんですかね。なんかすごい嫌でしたね。なんかガサツで乱暴な行動をすることがなんか強い人間のやることだと思ってるのかもしれないですけど、なんかもうすごいそういう風な雰囲気が見えてすごい嫌でしたね。なんかまるでなんか野蛮人のそのなんか、なんかジャングルに住んでるなんとか族みたいな、そのなんとか族から
まだ進化の過程でちょっとまだ欧米や日本の人たちよりもそのなんとか族の方にまだ近いような雰囲気を感じましたね。そのもちろん全ての人がそうではありませんよ。全ての人がそうではありませんが、そういう人がすごい多いんですよね。なんか街の中を歩いていてもガンガンぶつかって人に他の人にぶつかっても何も言わないし、そのなんていうか、もう信号なんか全然守らないですしね。その守らないというか歩行者がじゃないんですよ。そのバイクが守らないんですよ。全然赤信号でもちゃんちゃん行くんですよね。バイクが信号守らないというのはすごい危ないんですよね。そしてバイクがそのなんかね、あれなんていうか電動バイクなんですかね、音が全くしないんですよ。だからすごい危ないですよね。エンジン音がしないで後ろからブワーッと近づいてきますからね、赤信号で。それでなんかガサツだし、そのなんていうか暴力的だし、なんていうか誰もがその潜在的にうっすらとみんなが攻撃的であるみたいな雰囲気を醸し出してますからね。なんかすごい嫌ですよね。今なんか投げたじゃないですか、食べ物かなんかペッて投げましたね。ああいうのをねものすごい乱暴にやるんですよね、中国人の人。参加頭数が少ないですよ。これはね明らかな失敗ですね。これもこの今回の上海の上海のワールドショーはこれはもう失敗です。ジャッジに1頭ずつしか出てないなんていうことが今もそうですけど、こういうことがよくありますね。すごい極端なハスキーボイスになってるので、こっちはこれジャッジやってるわけじゃありません。これはただ練習してます。ウエスティ可愛いですね。ウエスティはもう本当可愛いですよね。あ、違うとこ行ってきた。
れ、なんか攻撃できた。何気に入らないんだろう。決まったかな。あ、美容日決まりましたね。アメリカスタッフをしゃってるようですね。参加しているこのハンドラーが、だから、いやもちろんその日本の人が中国のハンドラーに頼んだか、ね、頼んだという可能性もありますけど、日本に限らず他の国の人が中国のハンドラーに頼むこともあるかもしれませんが、
よいしょ。これずっとカメラ回しっぱなしですけど、ですがとにかく今回のワールドドッグショーは何ていうかもう かなりの大失敗ですね。すいません、もう本当に喉が痛くて、もうさまざまなことがね、なんか普通にできないんですよ、中国は。クレジットカードもどこでもどこも使えないですしね、現金しか使えないんですよ。今のこの時代に現金しか使えないんですよ。そしてですよ、そしてその現金を作るキャッシュディスペンサーがもうどこにもないんですよ、限られたところしか。で、その何ですか、あの海外の人がキャッシュディスペンサーで現金を作る場合、プラスって書いてあるあのキャッシュディスペンサーじゃないとダメなんですよ。プラスって書いてあるところ、まあ、ご存知ですよね、 海外によく行かれる方は。そのプラスって書いてあるキャッシュディスペンサーが ICBC という銀行にしかないんですよ、中国の ICBC という銀行にしか。だから地下鉄とかにも ATM 置いてあるんですけど、街中にはほとんど ATM がないですし、時々あったとしてもそのプラスって書いてないから使えなかったりとか。だからその ICBC の銀行に行って僕は今日キャッシュを作りましたし、最初2日間ぐらいは現金が作れなくて ICBC の銀行に行って作りましたもんね。その間現金がなかったのでこの会場にも入れなかったんですよ。だから2日目の午後3時ぐらいに初めてこの会場に来たんですよね。でレストランで食事をしても、何かコンビニで何か買うにしても全て現金しか使えないので、もうとても不便ですよね。最近は日本ではもうコンビニでもカードでしか購入しないですもんね。だから現金を使うことがあんまりないですからね。スーパーでもクレジットカードで購入しますしね。だから現金を使う機会というのはあんまりほとんど、いやまあ全然ないわけじゃないですよ、もちろん日本国内にいるときは現金を使うことももちろんありますけど、でもほとんどというか多くの場合カードで、今日本国内でもカードしか使わない状態なので、ましてそれを海外に行って、しかも上海なんていうところは世界都市じゃないですか、上海は。だからなんかもう不便だなと思いましたね。もちろん海外の人間もたくさんいますよ、上海には。ただね、やっぱりね、なんかやっぱ中国人が多いですね。そしてものすごい数ですね、中国の人。電車とかももう地下鉄で毎日ここまで来てますけど、本当に満員電車で、本当になんかぎゅうぎゅう詰めの電車の中に乗ってきてますね。レンタカー借りようと思ったんですけど、もう中国の運転はもう乱暴だから、もうちょっとね、こういうとこじゃレンタカー借りたくないなと思ってもう借りなかったんですよね。でもね、借りなくてよかったと思います。もう全然電車の方がいいです。
そして Google は繋がらないし、 Google マップも見れないから、 Google マップのオフラインマップも使えなくて、今どこにいるのかわからないんですよ、自分が。どこの国にいても Google マップのオフラインマップをダウンロードすれば、その国のどこにいるか、自分がインターネットが繋がってない状態でも自分がどこにいるか分かるんですよ。 Google マップのそのオフラインマップというものをダウンロードすれば。だからシドニーに行って、まあ、先月シドニーに行ってましたけど、先月じゃない、今月、あ、先月ですね、もう5月になりましたから、先月シドニー行ってましたけど、シドニーの街のその Google マップのオフラインマップをダウンロードしていましたから、まあ、シドニーに限らずどこの国に行っても、ニューヨークでもそうだし、もうどこでもそうです、バーミンガムも毎年そうですけど、どこの国に行ってもそのマップ、そのオフラインマップをダウンロードしていると、自分がどこにいるか Google マップを開くだけで上がるようになってるんですよ。それがわからないもんですから。そしてまたその自分の何ですか、ホテルの住所を入れても違う場所を指すんですよ。空港で、上海空港に到着した時点で、いや違う、日本にいる時ですね、日本にいる時にその僕が滞在するホテルの住所を入れて前もって調べておいたんですよ、迷いたくないから、到着した後に。でその場所に行ったんですけど、ホテルなんてないんですよ、全然1キロぐらい違うずれてる場所を指してるんですよ。そんなことないですからね、他の国では。でオフラインマップがダウンロードできないから、自分がどこにいるかわからないし、それでもう上海に到着した後、すみません、夜8時半に到着したのに、ホテルに到着したのは12時でしたからね、夜の0時たち、0時でした。地下鉄もうとにかく大変でした、本当に。上海空港に到着して、地下鉄の切符を買う、そのチケットを買う、何ですか、機械にわざわざ銀聯カードっていうカードを日本から持ってきてて、中国のカードですよ、銀聯カードっていうの。それを僕は5年ぐらい前に作ってたので、そのカードをわざわざ持ってきて、その銀聯カードだったら使えるって、その銀聯カードのマークが書いてあったから、そのチケットを買う機会に、それでそれに入れたんですけど、全然吸い込んでいかないわけですよ、カードを。普通の機械だとカードを半分ぐらい入れたらプッて入っていくじゃないですか、全然入らないんですよ。でどこまででもどこまでも果てしなくただ押し込んでいくだけで、手で、でどこまでも押し込んでいっても何にも反応しないんですよ、機械が。でも1ミリぐらいのしか残ってない状態まで押し込んだけど、何も反応しないで、今度はもうそこから抜けなくなって、もうすごい大変でしたよね、抜くの。もう爪でこうギーギーギーって引っかいてこうやるんですけど、ツルツル滑って全然抜けないんですよ。まあとにかくね、大変でしたね、本当に。それで現金を入れようとしても現金も反応しないんですよ。現金もただひたすらどこまでも入っていくんですよ。でピットも何とも言わないんですよ。それでクレジットカードとその国の現金が使えなかったら、もう他に方法なんかないじゃないですか。それでなんか窓口でチケット買うとかあるじゃないですか、日本でもよくありますよね、JR でも何でも地下鉄でも窓口で切符が買えるじゃないですか。その窓口がもう閉まってて人がいないんですよ、夜8時半に。そんなことありますか、上海ですよ、世界都市の上海が。それで日本人の女性が30歳ぐらいでしたかね、20代後半か30歳ぐらいの女性が、私が買いましょうかとか言って声かけてくれて、なんかスマートフォンの QR コードで買えるって言って、その人はだからまあ上海に長い間住んでるのかもしれないし、しょっちゅう上海に来てるのかもしれませんが、私が買えますからとか言ってパッて買ってすぐで、僕はもう1元札を5枚しか持ってなかったんですよ。それとあと20元札と50元札しかなかったから20元札1枚と50元札1枚と1元札5枚しかなかったんですよ。そしたら1元札5枚でいいですとか言って、もうそれだけ持ってさっさと行っちゃいましたもんね。
すごい救われましたね、あの方に、あの女性に救われました。ただそのなんていうか、そういうなんかね、不便な国なんですよ、すごく。そして MSN のメールは届かなくなるし、 Google のメールも届かなくなりました。 Yahoo のメールだけは届きます。もうとにかくね、で Yahoo のメールもなんかね、全部は届かないんですよ。届くものと届かないものがあるんですよ。もうなんか変な、なんかもうおかしな操作されてますよね。LINE も日本と会話したいんですけど、会話はなんとかできるんですけど、あの文章を書き込むところは書き込めないし、タイムラインなんか書こうかなと思ったら全然書けないんですよね。YouTube もつながらなくなりますしね。とにかくなんかその国に操作されてますね、インターネットで。ホテルのフロントで聞いたら、Facebook と Twitter ととにかく SNS はつながらないようになっています、中国ではとか言うんですよ。なんかさっきからあの攻撃的ですね。さ、とにかくね、これは中国はなんかもうあんまり好きじゃなくなりましたね、僕は。なんかガサツでなんか乱暴な振る舞いとか、そういう態度をものすごくしますしね、中国の人は。なんかそれが強くてかっこいいと思ってるんですかね。なんかすごい嫌ですね、ああいうの。なんか乱暴な振る舞いとか、ガサツな振る舞いをすることが強くて、強い人間のやることとか、あるいはそれがかっこいいなって思ってるのは、ものすごくなんかちょっとなんかまだなんていうか、人間の進化が遅れてる感じがしますよね。日本にもそういう人いますけどね、そういう人は人間としてのなんか進化のレベルが遅れてるんだといつも思ってますけどね。わざと下品な振る舞いをしたり、なんかもうね、道路で唾を吐く人たちも山ほどいるんですよ。しかもカーって言ってペッってやるんですよ。もうちょっと信じられないですよね。普通の道路でですよ、普通の道路であんな唾をみんな吐くんですよ。なんか昔僕が小学生ぐらいの時に、しかもその僕が小学生のぐらいの時でも、さらにそのものすごく田舎のおじさんとかがよくそういうことをやってましたけど、今そんな人いないですもんね。街中で、街中じゃなかったとしてもですよ、なんか汚らしいですよね、その行為が。カーペって言うんですよ。もうちょっとなんかもう果てしなく信じられないですね、本当に。もう僕が生まれてからそんなこと一回もやったことありませんが、まあもちろんこれからもやろうと思いませんけど、そのなんていうか、なんか下品なことがかっこいいと思ってるんですかね、強いと思ってるんですかね、それが。なんか本当になんかちょっとなんか信じられないですね。ものすごくなんか進化が遅れている人みたいな感じしますよね。現代人じゃないみたいな。
そしてなんか何ですか、